はようございます。おはよう。今日も朝一コーヒーからですね。もちろん。あれ？あれジョージ？いやこれストロー使わないと飲めないタイプだ。ああ。そういう時はいいんだって。理由があるのがいいんだって。だけどストローさせなくてもいいのにわざわざストローさせは。よくない。必要ない。ということでサウナサウナセット目ほらねプロなんで近いねこれはね、まあ、いつものねパンツ履いてるんでパンツと、まあ、こう水着じゃないんだけど短パンの間にこれ保冷剤が、ね、凍ってます。保冷剤を、ね、特に金玉下の方金玉に装着して入ります。ってことで。昨日のレフリキール今日。しょ。さあこの種目マジで伸びねえわ。来週1レップでも多くできるようにコンディション管理します。は俺も3セットしてしかも1セット目は、スティープレッグで感じがするけど結構サムが弟が今上級者レッグしてない人が多いつけると入りにくい人はつけない。ね。ね。誰に？いや視聴者です。視聴者。ああ。ね。ってことで2セットの入りです。終わり？ああ、頑張りましょう。
ったな。シンガポール遠征行きます。巨乳がいるらしいんだ。です。はい、ということで、まあ、本日のキャンプ、今日はね、若干背中やってるからね、まあでも、まあいいんじゃないですかね。ディファレント T に着替えていきたいと思います。ディファレントですね、今絶賛販売中、4980円、送料無料。送料無料、まあ、送料無料。おお、いいね。ジョージが負担してるよ。ね、ディバレントのロゴと、ね、バンダイのロゴ、オーバーサイズフォントで、着替えとかね、まあ普段着でも全然使える。うん、ちょっとね、散歩行くといいんじゃない。ジムでも全然切れる。ということで、また家帰って飯食べていきましょう。そう、なんかそういうのもなかったっけ。ミックスベリー。あ、ミックスベリーもやし、ナイス。わさびとかいいんじゃない。いやそう、うん、この3つでいいか。うん、ふりかけ、化学調味料、不使用って書いてあるし、いいね。信用できるか違うけど、今度カレー作ろうよ。うん、カレー Vlog、 カレー Vlog。 見たいのかな、みんな。見たい、カレー Vlog 見たい方、コメントまで。うわ、収納ソース、収納ソースねえな。うん、味噌汁飲もうぜ。うん、またなんかコメントで言われんじゃん。宇宙人日本食しか食わねえじゃん。日本食じゃねえのに、なんか日本食っていうコメントを。やばいね、あれ、シュラスコ食ってんのに日本食しか食わねえとかって。何食っても日本食じゃんとしたらもう。俺の得意料理はパスタなんだよ。パスタ作ったジョージ。よく作ってたもんね、昔。普通にうまいよ。うん。なんか反応微妙だなって。いや、普通にあの、成績の時にめっちゃ作ってもらってたわ。うまかったね。うまかった。ペペロンチーノね。ペペロンション？ペペロンチーノ？ペペロンチーノ。カルボナーラとかね。カルボナーラ俺作れないんだよな。ナポリータンとかね。ナポリータンも作ってない。ナポリータンあんま好きやねえし。ペスカトーレとかね。ペスカトーレも、あ、ペスカトーレ、ボンガレビアンコは作ったけど、ペスカトーレは作ってない。
本当はあの卵を割って置いた瞬間にジュワーって言わないとダメ。そんぐらいフライパン温めてから卵をね、入ったんだけど、ちょっとね、ちょっと早漏だった、早すぎた。卵は1日いや、5個食わないとくし、最近俺も食えてないけど、だけど代わりにビーフ食ってるから、まあ、ビーフ食ってれば、まあ、3個4個でも OK。 でソルト、ヒマレイアンピンクソルト、俺ちょっと気をつけないけど、でブラックペッパー、ちょっとね、俺ね、こういうね、スパイス、これスモークパプリカ、これちょっと軽くね、ガーリック、女の子が合わないから。え？え？で、俺このフライパンの蓋が男メイキハウスメンバーのせいではないけど、男メイキハウスにあのなくしちゃったから、蓋できない時は俺いつも割る、そういうところって、そうするとまあいい感じに火が通るから、でちょっと火弱めるか、強いから 5ぐらいにして、で待つ、ゴールド。で、ある程度火通ったかなって時に、あらる機能です。ちょっと油敷きすぎた。まあ、でもオリーブオイルだから、まあいいっしょ。それなんすか？結構、この前から。流行りっすか？わかんない。なんか偉そうに喋った後になんかさ、これやりたくないだよねみたいな、自分で、うん、まあちょっと半熟なぐらいでいいかなの方から火消して、これうまいっすマジで。おタイミング完璧だね。ね、それをあのプロって言います。完了、あと食べましょう。はい、本日の夜飯、こちらね、スロークックドビーフ、うん、めっちゃうまいんですよ、これ。これをご飯と一緒に、ビーフに卵に、うん、落ち、普通に考えてね、チュルチュルさ、ラーメンとかさ食ってるやつよりさ、こんな身になるもの、実際に身になる栄養になるものを食ってる、どっちが強いかって言ったらね、こっちよ。辛っ。これもおかかにしよう。お、ふりかけ初のふりかけチャレンジ。うん、まあ許せる。うまいわ。コールスローもついてた。こっちに出すか。いいね。ハイティーですね。うまいって。うん。サムがディバネントティー来て、あのカフェで作業してたんだって。
モテたっつーら、ポテツの女がめっちゃ見てきたっつーら。へえーうん、これ来たらじゃあモテる。いいよ。これ来たらモテる。いや普通にモテそうだよね。今すぐ会話なのに行く。もう残り少ないからね。確かに、うん、デバネットで行ってモテようぜ。マジで少ないからねもうね、うん、ってことでまた明日。おやすみなさい。おやすみ。 I'm not sure.